第2部の今からクエストやるところですね。クイーンズ教、クイーンズ教、ヘレナルナエクレ、あー財布の人か、はい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 、あー結構気に入ってたんだね、やっぱ家族で。はい、依頼を見て伺ったんですけど、国威の君には妻の財布を見つけてもらったことがある気がする。よく気づいたね。はい、家族を探すために力を借りたい。はい、もちろん引き受けます。離れ離れになっちゃったの。我々貴族も何かと忙しくてね、戦争協力のために資材を整理してたけど、妻ヘレナの実家も同様で、あーなるほど、実家に戻ってもらってた。うん、私たちのお気に入りののんびり過ごせる街のパイが美味しい宿酒場で待ち合わせをしようまたふんわり言いましたね。パイか、他んとこに来てたりとかうんうん、ちょっと思い出は別々な気もするしね。うん、私もそう思う。はい。パイ。パイ。パエリア。のんびり過ごせる街のパイが美味しい宿酒場、全然わかんない。まず街から絞り込める。アルスター的な？あ、ミルサンテもか。ああ、はいはい。いや全然わかんないもう手当たり次第行けばいいんじゃないかぐらいな感じなんだけど、あ、ミルさんって忘れてた一番右見るの忘れてた、しかも話に出てたのに。ん、あ、いるいる、あ、いたここはもうパイが美味しかったの。ルナもエクレアもフィッシュパイか。うん、こう遠くない？うん、景色が綺麗なミルサンテが一番でなるほどね、いやちゃんと言わないとかもね。なるほど街とかそういう前提を無視してくる。ロッジ行くか。はいはい。いましたいました。さっき言ったっけ、いなかったよね。なくもない、くるみパイ、あげるんだね、優しい。すごい、謝り合えるこの家族素敵ですね新たな戦争を生んでいる。タケノコキノコ論争かこれは確かにね、めっちゃいい話でした
ね、このただただ微笑ましいクエストいいですね。はい、金剛、金剛壁、違う、ね、なるほどね。よし、じゃあ報告したいと思います。おお、トア先輩。ランクアップだね。結構上まで来ましたね。皇子様からの賜り物だよ。ストレガ。みんな本当にお疲れ様。はい、ありがとうございます。またね。またね。次はのしずりがしたいのです。そういえばティオのアタック、アサルトアタック見てなかったんですけど、アブソリュートゼロでしたね。はい、ここですか。うん、魚影が濃いな。それかかった。え逃げられたか。頑張れ私。それわかった。でかっ、いい感じだな。でかい。よっしゃ、余裕ですね。へえ、いいのがかかったな。うん、エストレージャ。4000ずつ。ね。ほーい。いつの間にか番号交換している。パーチか、はいはいはい。調整クラス。おい、お首が止まらん。魚を下ろす、ディープウォーカー、ディープウォーカーか、いただきます。よし、じゃあ次は試練の箱をやっていこうと思います。アルティナミュエティータアリサ、なかなか不思議な組み合わせですね。強敵です。注意してください。そこです。クォーツとかは特に何もいじってないですね。はい、ラジカルスキーム、悩むところですけど、シャイニング入れるか。アークス駆動。さてと。ベクター。サーチモード起動。ブラストフォースしよっかな。詳細情報。ランクロード。標的へ一直線に突進するイノシシ型魔獣。まともに正面突破を図っても吹き飛ばされるのがオチだ。やあ。うん。はい。何しよっかな。ナイス。いいね。私の番ね。どういいね、二人。行きます。二人 ATS 系の子がいるからなって感じなんですけど、ね、あ、ヘブンズギフトすればよかったかな。まあ、いっか。貫け、ロゼッタ。はい。あまり見ないでください。攻撃やってこ。パキュン。このメンバー崩しにくそう。続きます。行きます、行きます。フラグラッハ起動。フラグラッハね。うんうん、今です。いいじゃん。続きます。私の番ですね。そうですね。よいしょ。行きます。うん、一戦に行きますよ。一戦に行きますよ。いいね、ブレイク。私の番ですね。そうね、これ崩しいわね。あまり見ないでください。チュッ、バキュン。うんうん、今です。いいじゃない。もらった、任せてちょうだい。はい、威力こっちの方が上。貫け、ロゼッタ。すごみんな大丈夫。
丈夫？はい。やったわ。うん。エルストストームが2になった。よっしゃ。ノワールクレストがノワールクリスタル。ノワールクリスタル4カウント 20% 回復になりましたね。帝国地方7号を読もうと思います。国際第2次西ゼムリア通常会議開幕。第2次となる本会議がいよいよ開幕。実現までの紆余曲折を得て、西ゼムリアを取り巻く国際情勢の緊張を均等を図るため、要人たちが帝都に集い始めている。今回の顔ぶれはファルバート共和国不参加が確定している一方、レミベリア公国からはアルバート大公爵閣下の代理で首相が、リベール王国からはアリシア情報警官の甥にあたるドゥラン公爵がご参加。そうなんだ、ドゥラン来てるんだ。へえ。レマン自治州及びオレト自治州の各代表が初参加となる。帝国からはオズボン宰相とルーファス総督が、皇帝陛下の命題にセドリック皇太子殿下がご出席されるとの話も出ている。ヨルムンガンド作戦をなす共同体として今改めて絆を確かめ合うべきだろうと最初は語られた。なるほど。会議のテーマは、議題は2大テーマを中心に掲げ話し合いが進むと思われる。一つはカルバート共和国への対応策、もう一つは各国各州の協力関係のさらなる推進。ディールメーカー交渉に至るオズボン宰相が、外交的経済的に共和国の力を削ぐために協定を確立し、参加者に調印を仰ぐのは間違いないだろう。ひゃー。軍事、各機構師団配備進む。ヨルムンガント作戦始動に向け各騎士団の配備が順調に進んでいる。最前線であるクロスベルでは数日後には7師団分が集結完了する見込みで、第8はレミミリアとの国境沿いを目指し、第8ってミラーたちのとこだっけ、国境沿いを目指し、オレト自治州を経由中。リベールとの緩衝地帯では第1の元に第16が合流し合同演習を行うとのことだった。これは現地で聞きましたね。事件、飛行船がハイジャックに。おととしの朝、ルーレ空港発オルディス行きの定期飛行船が行方不明になる事件が起きた。ハイジャックを犯したのは傭兵で、通告後には鉄道憲兵隊並びに立ち会った協力者により鎮圧。ラマール州ロックパティオで飛行船を保護した。乗客には貴族が数名含まれており、動機は金銭目的と考えて事情聴取を進めるようだ。コラム、ワーキングレディの履歴書第3回。1位、これなんだ ?C? 働く女性たちを特集するこの不定期連載企画。第3回でご紹介するのは、ラマール州北部参道休憩ロッジ、ネオーシェを管理しているエーデルさん。試着家の生まれであるエーデルさんは、ご実家の寮内にあるこのロッジで、趣味と勉強を兼ねて管理人を担っているという。近頃は、行員さんに軍人の方とか、参道行き来する人が多いですからね。立ち寄ってくれた時には、美味しい料理を食べてもらいたくて。学生時代は園芸部で部長を務めてたという彼女。野菜を使った健康的な料理と上品な物腰のエーデルさんが待つオアシスで、溜まった疲れもあっという間に吹き飛びそうだ。広告、アンティークやイメルダ。アンティークを求めならクルスベル裏通りにあるイメルダにお越しを。時計にランプにアクセサリー、ローゼンベルク人形もおすすめさ。リボ払いにも対応してるよ。はい、とのことでした。第2部でこのゾウさんと戦おうと思います。メンバーはですね、こんな感じで、リーブス潜入した時のまんまの装備なんで、なんか装備あんま変えたくないなと思ってそのまま来ました。強そうな敵、厄介ね。はい、さて、消滅の巨獣アガラーギオン、いきなり持ってかれまして、ハウル、これはアーツのあれですか、そしてムーブダウンしちゃうやつ。マイル、あ、いや違うわ。そうですね、ゼファーテンペストして、吹き飛べゼファーテンペスト、うん、行くぞ。でメルティーライズをして、アークス駆動、はいはい、
ールしまくるね、これ。あ、いいじゃん。甘いよ。甘いんですね。からの、ね、ソードダンスして、うん、ガンガンいくよ。両人ランプ。ナイス。14,000いいね。もらい。うん。マイル。マイル。機器解放。うん。マイル。マイル。うなれ。螺旋撃。螺旋撃。あんまり減らんね。もらった。はいはい。私の番だね。からの、ここは、まあ、トライサイクロンでいいかな。せーの、やっ！はぁ！とどめ。うんうん。チャンス。遅い。はいはい。これはずれる？ナイス！甘いよ。甘い。どっちかっていうと来るとこに帰ってほしいけど。螺旋劇。で、うなれ、うわー、ラセンゲッ、バーストしちゃうか。今だ、みんな一気に決めるぞ。任せろ。やっ、はっ、えい。うん、行くぞ。行くぞ。リン君と繋がろうかな。ほい。覚悟はいいか。アナライズしてない。砕けっす。ほいほいほい。いいね。崩れた。ほいほい。いいね。俺の番だな。そうですね。普通に戦おうかな。フルト君の CP がないので、ボイドブレイカー。こいつはおまけだ。うんうん。油断大敵ってな。チャンスだ。ほい。遅い。あー、ナイス。なんか一人飛んでこなかった行こっか。ワンシュ飛んでいかなかった。で、バトスコしよう。ほい。やっ。さあ、心眼がなくなったよ。アラギオン、アギラギオン以前からやってきた巨大幻獣。その体育は陽の力で満たされ、触れるものすべてを砕き、塵も残さず焼き尽くす。マイル。はい、マイル。これで最後、インク最後だね。螺旋劇、待って、デファーなんちゃらして、テンペスト吹き飛べ、デファーテンペスト。うん、行くぞ。うなれ、うおー、螺旋劇。ほいほい。もうちょっとこれバーストで治るのかな、リンくんって。行くぞ。ここは普通に攻撃でいいかな。で、リンくんがいなかったら困るってことある？あ、ソードダンスのこと忘れてた。リンくんちょっと置いといてみようかな。せーの、やっ！はぁ？アッシュなんで遅い？とどめ。コースかなんかつけた私。もうちょっとで、あ、ナイス！いいねいいねいいね。俺の番だな。もったいない。もったいない。ボイドブレ、ハイラン。はいはいはい。チャンスだ。もらい。うん。うん。任せて。どうしよう。まあどうしようもできん。せーの、やっ！はぁ！とどめ。うんうん。チャンス。いいねいいね。もらった。あ、帰ってきた。ナイス、リンくん。アッシュどうしようかな。任せろや。アッシュ、アッシュ回復をしてほしい。確かクルトくんアセロス持ってたような気がするんだよね。そう、 SCR も上がってるから。こいつはおまけだ。うん、攻撃して。油断大敵ってな。崩れたね。はいはい。もらい。俺の番だな。うん。で、メルティーライズをして、待って、回復はないね。はぁ、
うん、うん、任せて。回復は相変わらずなくて、ああすごい、やってあげるのありだな。アークス駆動。もしかしたら駆動くんないかもしれない。僕の番だ。はいはいはい。待ってね。クリティカルがすごい位置にあるよ。あ、ティアラあるか。リアノンキストな。ちょっと待ってね。あ、ソードダンスすればいいんか。うん、ソードダンスすればいいんだ。よし。あ、しまった。デファーテンペストすればよかった。ありがとうよ。俺の番だな。そうね。これは止めて。キクーザ。ピーちゃんはトライサイクロンし。待って。忘れてた。ゼファーテンペストして。ゼファーテンペスト。トライサイクロン。やあ。はあ。とどめ。俺の番だな。からのボイドブレイカーをして。で、てか能力低下その入らんか。こいつはおまけだ。うんうん。油断大敵ってな。崩しありがたい。崩れたぜ。もらい。よし。ここはどうすることもできず。いいね。崩れた。とてもいいよ。で、私の番だね。ここで心眼切れちゃうかり、フィーちゃん。じゃあ、クリアランス。排除する。うん、いいじゃん。もらった。行くぞ。行くぞ。引き解放はまだ早いかな。せい。ここは攻撃して。あ、忘れてた。ごめん、クルドくん。なんで忘れるんだろう。最近すごい忘れがち。ここはアシットレイジして、うん、いかで、あ、結構回復するね。サイバーエッジでいいかな。クリアランス、クリアランスかな。排除する。はい、行くぞ。やばい、出かけるって言われた。急げ。俺の番だな。はい、俺の番だな。ちょっと急いで。ラフェンゲ。はいはい。でもちょっと待って。あ、待って、焦っちゃダメ。焦っちゃダメ。焦ったらダメ。ゼファーテンペスト。うん。任せて。待って、止められないんだけど。止めたか。止めたわ。任せろや。はいはい、ランブルスマッシュ。もらったぜ。チャンスだ。もらい。私の番だね。どうしようかな。エアリアルハイドしようかな。芯がなくなりそうなんだよね。俺の番だな。もらったぜ。すごい地味な地味な戦いを繰り広げてる。止めとこうかな。いくぞ。はいはい、ソードダンスした方がいいんだよね。で、ピーちゃんとかな、つながるの。僕の番だな。はい、いくぞ。 CP カツカツ問題。いいね、さすがリンク。私の番だね。あ、このままでいっか。せい、崩れた。はいはい、遅い。任せろや。モイドブレイカー。だよ、こいつはおまけだ。うん。油断大敵ってな。チャンスだ。ほいほい。よし。
バースト。やっ、分かった。よっしゃ。僕たちの相手じゃないな。オッケー、倒したぜ。うん、プロミネンスノーバ、アッシュにつけようかな。よし、じゃあ次はセリーヌと VM します。何で行こうかな。セリーヌ魔法使ってきそうじゃない。ウィッチと見たウィッチと見た。レンジャーで行こうかな。だよね。一丁揉んであげるわ。先行。ウィッチ割と公園にいること多いからは結構いい布陣なんじゃないかなと思うんだけど相変わらず何も出せないスタイル。何もできないね。初めて見た、そういうの。面白いね、そういう発想はなかったわ今まで私に。7ですと。あれ4、あ、間違えた。ちょっとフィフネル出すの早かったかも。なるほどなるほど。どうせやられるんならこうかな。ここは縦にしとこうかな。持ってないのかな。で、縦になってもらって、おい。うんうん。さて。攻撃し、なるほど。これはすぐに行動できるやつが来ないんですね。どうしよっか。まあいいか。すごい面白い、面白い。勝ったかな。こんなの認めないわよ魔法カードだけってやっぱ難しいよね。どうなんだろう。何もらった、見てなかったわ。あ、ウィッチ、ん？ウィッチもらった？ウィッチもらったっぽいね。魔法カードだけか。ん？これもらった？これなんだっけ？これ前回？アッシュにもらったんかな？敵ネイテル、あ、手札に戻すか。なるほどね。いや、面白いけどね。はい。